はいどうも、まことチャンネルやでー。今回は日本一の温泉地、車で8時間、草津でっせー。これそうそう、これ、ごっついやろ。これ湯畑。知らんがよ、湯畑は植えちゃおうか。マジか、煙で何も見えへん。見えた、これやんけ。いかつー、えらいもん作っとんな。なんや湯畑って。そやな、言われてみたら、なんやこれって思うわな。そやろ、これ雲でもて取れへんやろ多分。そやか言うてお前の気じゃないか。おじさんでええんじゃん。温泉地言うたら絶対あるな。足湯大勢入っとうか。入れへん言うて。足湯ってあんま入ったことないな。そもそも足湯ってなんで入るやろな。熱い。自分で触ってみいや。ほんまやらいもん作っとんな。見どころいっぱいで楽しみ。はいどうぞ。はい、サービス。8時間かけて飛ばしてたから、なんかうまいもん食わな。馬刺しとかもと。飯屋がいっぱいあるから悩むな。で、またうどん。うどん好きやな。ちょっと辛いかな。さあ、いよいよ草津温泉名物湯もみショー。えらい狭いな。実はこれ、あの有名な湯もみと違って、5日前から始まった日光猿軍団のプチ湯もみ、草津の新名物にしよう言うて気合入っとんやて。温泉地言うたら射的やな。こういうのをやりだしたら我を忘れる。大人げないとかそんな関係あれ。ようすんの。おほー、いったひょっとしてわよりうまいんちゃう。やるなで終了。はい、なんかせっかくのお前のかっこいいとこが13、16、19点。おめでとう。上手すごい、素晴らしい。なんか大人げない大人って嫌だな僕。やっぱ温泉来たらな、射的とかより温泉卵やろ。ドロッティ。ほんまの、ダメやな。そうそう、この日はもうめちゃくちゃ寒うて、5月入っとんのに気温が一桁で、雨も降って、そら体調もな。ほんで保険で車の中掘り込んどったダウンジャケット着て、そら何するにしても力十分発揮できへんわな。しつこい。嫁さんは花より団子の花の方で、わちきはあゆや。あゆそこがいいんやろ。そういうところがいいんやろ。そこは落とすんやないかい。どんな食い方見てみ。店の人が見かねて皿も出てくれたよ、皿。ああどうもどうも。あすいません。あどうも。白い気が出る。お前の場合櫛とか箸とかいらんな。無駄、もったいない、うん、手づかみが匂うとろ。なんだね。ほんで中心部湯畑から離れて歩いて行きよったら、川から湯気、遊歩道から湯気、あっちこっちから湯気。お湯な、熱い。だからお前が触れって。はい、端っこに到着。大きな建物は有料露天風呂。そういうこと。入ってみたいっちゃ入ってみたいけど、京都丸宿にも露天風呂があるからな。そんなかが銭取るとこやな。品悪いって。いうことでちょっと早いんやけど、宿の貸し切り露天風呂、
ファンのためにニューヨークシーン、ちょっとだけよ。泊まった宿は貸し切り露天風呂が6つあって、一応全部入らせてもらいやした。風呂上がりは湯畑が見える飯屋で、普段めったに口にせえへん関東の食事、そこそこ味濃いってうまかったんやけど、関東はやっぱり豚がメインやな。肉はあがん、肉は。こっちで肉言うたら牛のことやけどな。牛肉はやっぱ美味しないな。美味しないっちゅうより硬い。めちゃくちゃ硬い。噛み切れへん。どんだけ硬い。はあ、俺でまうわ、お前。お、なんかおもろいコメント考えたん？畳くとみたいな、畳。おもんないんじゃん。残念。ほとんど食えず、ほとんど残した。やっぱ関東来たら豚肉食わなあかんな。多分もうちょっと金出したらええもん食えるかもわからんけど。飯食った後で嫁さんが土産物買う間にボーっとして湯畑と取ったらえらいもん発見。見えた？わかった？びっくりやろ。湯畑の中でこいつええ根性しとんな。びっくり、すんばらしい。お見事。観光客の気持ちがわかっとる。猫がおった。そこな、猫ずっと歩いてきてな、今あの子は鳥よけど、猫がおんねん。お、来たか。来よったか。へい、兄貴。兄貴。兄貴。これ、これ。これやんな、お前見よったな。あ、そこや。猫、いてて。え、ひょっとしてお前のこと好きなん？明日の9時半な。え？ん？これチケット買うの？普通にヤバいおっさん。楽しい、楽しい。近い。んで夜になったらライトアップされて、これはこれでまた綺麗。さすが日本一。行ったらわかる。で、温泉入って、一泊して、翌朝朝飯。ほれは絵の雲あらへん。どっちが綺麗やろな、晩と朝と。まあ、どっちもすごいわ。見応えある。なかなかずーっとおっても飽きひん。ほんで、これが名物、ほんまもんの湯もみ。いつものテンションだだ下がりで8時間かけて、途中サービスエリアでちょい辛のラーメンを食べたんやけど、関西人からしたらこんなもん激辛やで。家の近くまで帰ってきて、高速道路 ETC 料金高っ。